ヤンニョムチキンとは、コチュジャン、ニンニク、砂糖、その他の香辛料から作る甘辛いソースで味付けされた韓国のフライドチキンの一種である。韓国では暗種としてよく食べられている。また、大根のピクルスとビールが一緒に出されることが多い。ニューヨークタイムズのグルメリポーターであるジュリア・モスキンは、ヤンニョムチキンを韓国式フライドチキンの極地と呼んだ。 韓国外では韓国式フライドチキンとして知られている。韓国でチキンといえばローストチキンを刺す場合もあるが基本的にはフライドチキンを刺す。ヤンニョムは味付けされたと訳される。そのためヤンニョムチキンは朝鮮語で味付けされたフライドチキンの意味になる。調味されていないものは鶏肉揚げやフライドチキンと呼ばれる。 韓国では1970年代にフライドチキンが流行した。1977年には韓国発のフライドチキン店、リムズチキンがオープンしている。ヤンニョムチキンの最初の考案者であるユン・ジョンネは自分の店で客の食べ残しを分析して考案したという。ありがとうございます。